アンダー18このカテゴリーで次のステージに進める方は5組です。ステージ3ブートキャンプタスク2結果発表。ステージ2で147組いた参加者が15組まで絞り込まれる。この中で5組はもう沖縄で未知の才能を探せ、 X ファクター沖縄ジャパン。最初の方を発表させていただきます。優勝賞金$30,000、来年3月の決着へ向けいよいよクライマックスシリーズへ突入。ステージ3ブートキャンプタスク2、対戦型という過酷なオーディションが終了。次のステージに進めるのはたったの15組。結果発表は49組を3つのカテゴリーに分けて行われる。1つは18歳以下、もう1つは19歳以上、そしてグループ。各カテゴリーからそれぞれ5組の合格者を選出する。